激震でそっと昼間行ってみた。スタートです。うん、結構交通量昼間はありますね。結構こんな感じですね。まあ、夜になるとね、出るんでしょうかね。結構ね、交通量多い。めっちゃ交通量多いですね。鍵の場所、先曲がったところのこの角、角が立ってんだ。この感じですね。もう泥がすごいよ、泥がいて。底なし？底なしってここあるね。ねえ。入ったら大きい。いや、入ったら行くでしょ。取られるでしょ。なんだ。いつかやったら行けるん。軽いから。ああ。俺みたいな重たいやつが入ったらさよならだって。じゃあ戻りますかね。交通量が非常に多いですね。そこはちょっと沼があるのかな。でも溢れたら溢れちゃうだろ、これ。で、この辺とかちょっとね、そこらしくて見えるけど。こんな感じ。まあ家もね、いろんなのあるしね。うん、その辺で出るんだ。行きたい、うん、うん、テレビでやってたんですよ、これ。ああ、そうなんだ。でもなんかやってんのかね、これね。池ですけど、でかいから。ミドロが池です。この辺 で女性が出るの？この辺立ってる。この辺立ってるんだ。ここに水門がある。この辺立ってるんですよ。女性がね。昭和12年。5メーターあるな。5メーターありますね。5メーター5年経ってね。ね、おお、いい、出すとこまで。こんな感じです。
深いんだな。はい、じゃあ皆さん昼間行ってみた心霊スポット録画編ですけど、お疲れ。なんか泳いでるね。はい、終わります。お疲れ様でした。ミドルガ池でした。